リングサイドには黒田、池田、そうそうそう面々がいます。さあ正人さん、石井一成が日本でベールを脱ぎますね。そうですね、どんな試合をするかね、 K-1 のリングで楽しみですね。待ちに待った K-1 デビュー戦です。対するはタイガーキットの異名を持つ藤田和樹、24歳藤田か、それとも23歳、 K-1 デビュー戦の石井一成か。このバンタム級の歴史はどんな展開を迎えることになるんでしょうか。そしてその頂点に最終的に誰がつくことになるんでしょうか。緊張感漂う福岡国際センターになりました。ゆっくりと時間を使います。さあ石井一成のデビュー戦、迎えつは藤田和樹、どんな入りを見せるか。ムエタイ最強プリンスオブムエタイ、左のハイから入りました。161センチは藤田和樹です。石井一成は165センチ、石井はリーチがあります。右のロー、いやーどんなタイプのファイターか土屋さん楽しみですね。あ、石井一成ですか。はい、石井一成、石井一成は僕はもうずっと試合見に行ってたんで。ああそうですか。はい、他団体でやってる時生でご覧になってましたか。はい、なんで K-1 来てやっぱ楽しみですけどね。そうですね、はい、この他団体から来て K-1 ルールだとちょっと難しい選手が結構いる中で、石井選手はどうなんでしょうかね。そうですね、ちょっと今のところまだ距離感がね、あの、はい、石井藤田の距離ですね。ああそうですか、この距離です、ちょっと、はい、あの空振りが目立つんで、ちょっと硬いですよね。まだまだ緊張感ありますかね、まあでも硬いでしょうね。はい、タイでは百戦錬磨、鍛え上げてきました。中学の3年生、タイでムエタイプロデビューでした。石井一成です。空手ボクシングムエタイ全てを習ってきた石井一成、51戦目を迎えています。一方藤田は高校時代にキックボクシングを始めました。より強くなるために K-1 ジム目黒に入門しました。これがプロ10戦目。藤田選手はあのトレーナーさんが変わってまた良くなったんですよ ね、はい、そうですよね。判定が多かったんですけど、はい、倒せる選手になってきたので、ここ3試合連勝は全てノックアウト勝利です。圧力かけてますよね、スタイルが変わった近年です。藤田和樹です。倒せる感覚が培われてきたといいます。藤田プレッシャーをかける、右のまもなくあと1分です。注目の第1ラウンド、いや、はい、これも届かない。こうやってあの空振りさせられるとね、やりにくいんですよ。うまく藤田が計算してますね。うまいです、うまく、はい、藤田がこう蹴りを見切ってますね、こうやって蹴りが当たってくると、はい、石井も乗ってくるんですよ。なるほど、右ハイ上きます。会場やりそうですよ。中に入ろうとする藤田和樹、破壊力を示したいと、みんな拳、藤田和樹です。あと30秒。ついにベールを脱いだ石井一成、K-1 デビュー戦。K-1 での石井はどうか。まもなくあと15秒です。バンタム級の歴史にその名を刻むかという石井一成。アンダー53キロの世界です。冷静に戦っているのは藤田和樹、まあ、左のリードで作っていったという藤田和樹。石井一成の最初の3分間、 K-1 デビュー戦の第1ラウンドが終了しています。やっぱり、ね、もう少しね、 K-1 においてはもう少しパンチとか、はい、自分からアグレッシブにいかないとポイントは取れないですからね。倒しに行くというスタイルですか。次のハイ、やはりこの辺りはマサさん、ムエタイの感覚とは少し違うんですかね。やっぱりこうそこをちょっと変えていかないとダメですよね。ムエタイでは7つのベルトを手にしているという石井一成です。土屋さんは以前からご覧になっていた石井一成との変化、何か感じられましたか。いや、まあでもね、こう憧れの K-1 に来ての初戦ですから、はい、まあ、だいぶ緊張があるんだろうなと思いますけれども、まあ、でも藤田選手上手だなと思いますよね。冷静ですよね、
このデビュー戦で憧れの正人選手がいるっていうのもかなりプレッシャーなんじゃないですかね。放送席にですか。いや、はい、でもやっぱりこういるやっぱ肩書きを持ってきてるんで、やっぱりこうそれなりの試合を見せなきゃなっていうのはありますよね。幼少期この正人さんを目指して憧れて慶応を目指したと言います。やっぱ距離が蹴りを、はい、やっぱ今も空振りしたんですけど、あれだとちょっとやりにくいんですよね。ムエタイではタイでは当たっていましたか。というかこの距離が、はい、藤田が上手いですね。あ、上手いですか。藤田が自分の距離で戦えてるっていう。K1 へのボール倒れた。先に倒れたのは藤田寛治。新一世早い動きでした。キレがありましたね。今左フック、右ストレートから左フックでしたね。さあ見事なキャリアスタートになるか K1 の人生。